KFM 総研有吉のソーシャルライフ。はい、皆さんこんにちは。ということで、この今週はですね、第7週金曜日といえばですね、バルズさんのですねゲストの方がいただいての、総研有吉のそよ風の音色ということで、お二人今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。せーの、こんにちはロテということでね、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ね、ちょっとね、すみません、一瞬ね、はい、忘れてしまったのはね、はい、ちょっとね、熊本のね、あのちょっと地震のね、ちょっと今話、皆さんね、今後どうやって支援していこうかっていう、ちょっと3人で、ちょっと最近たまたまね、はい、ミーティング中だったんでね、そう、こんにちはバルトの練習忘れてましたね。はい、ちょっとルーティングすっかりちょっと忘れてしまったんでね、はい、あれ、今喋りながらおかしいなと思って、こんにちはじゃないなと思いながらね。ということでね、はい、まあでもね、改めてね、ちょっとね、はい、熊本のね、地震の皆さんにはですね、改めてお見舞い申し上げますと、はい、いうことでですね、はい、またあのなんかね、今日もちょっと体調を崩して、入院されてる方もですね、はい、今日なんか見てますというメールが来てましたんで、はい、ちょっといろいろと今日楽しく聞いていただきながらですね、はい、はい、まあこの番組はですね、お見舞い申し上げながら、なんか楽しく何かね、はい、またクラシックの魅力をついていければなと思っておりますので、はいはいはい、また今日も素敵な、ですね、クラシックの楽しさを教えていただきたいなと思ってますんで、はい、よろしくお願いいたします。で、番組の後半はまたあれですよね、はい、いよいよもう正式に行っていいんですもんね。はい、もうチケット大丈夫ですか。はい、ずっと解禁いつなのかなと思いながらね、はい、引っ張りましたよね。もうすぐ1ヶ月後ぐらいになっちゃいました。あら、はい、あと5月のあれですよね、22日の土曜日、日曜日ですね、日曜日ですね、失礼しました、はい、日曜日に有吉社長にもご協力いただいている、はい、私たちが電車を貸し切ってライブをする、はい、いすみ鉄道ですね、はい、バロテ特急臨時列車を走らせると、はい、いうですね、いすみ鉄道さんありがとう、はい、昨日カンブリア宮殿で、そうなんですよ、なんと特集されたんだね、いすみ鉄道あの社長がね、僕もはっきり鉄道ファンなんですけども、鉄道ファンの中ではまあカリスマな鉄道ファンで、いや僕本当羨ましいですもん、社長やいて、いすみ鉄道の社長さんがすごいのよ。そうですね、そうなんですよ、そのですね、いすみ鉄道社長が昨日ね1時間、はい、そうなんです、丸々ですね、特集されてましたね、あのカンブリア宮殿でね、テレ東さんで、そうなんですね、はい、特集されてましたんで、まあね、その鉄道をですね、はい、あのバルトさんがなんと貸し切って、はい、はい、ね、演奏しちゃうというね、すごいタイムリーです、土日はすごい満席でなかなか予約が取れないってことだったんで、そんな電車を貸し切って、日曜日に貸し切りさせていただくいいですか、ですよ、ね、大丈夫ですか、それもヘッドマークをつけちゃうというね、そうなんですね、はい、ちょっとね、そのマーク、はい、はい、ヘッドマークしてます？あれですよね、はい、電車の顔のところに入ってる、はい、あ、そうそう、看板ね、看板みたいですね。意外とヘッドマークって言ってもみんな知らない人多くて、うん、あれなんです、それ鉄道ファンの中の専門用語なんだと思いながら、有吉社長に言われてから多分分かりました。あ、そうなんですよ。僕ね、そうなんですよ。でもね、どうしてもあれつけたかったんで、はい、でも有吉社長もそうですね、鉄道大好きなので、そうなんですよ。ぜひね、ちょっとヘッドマークとね、はい、はい、あのまた特製のですね、バルトさん間伐材乗車券、いやがね、大サービス、つきますんでね、ちょっとこういろいろと、あとなんか、はい、素敵なサービスもいろいろとね、なんかそういうのがついちゃう、スペシャルゲストだったりとか、なんかね、はい、勝手に予想されて、ムーミンといえばあれでしょっていう人をね、はい、某吉尾さんがなんか語ってましたから、はい、それは私かもしれませんよって言ってきましたけどね。コメント欄にはですね、でも結構、はい、いろいろ楽しくですね、はい、MC もね、はい、今週の日曜日にちょっと実験的にね、デストロさんのイベントでね、はい、MC で、そうなんです、はい、セクシーダヴィンチという名前だけは先行して噂を聞いてましたけど、皆さんね、いよいよさらっと出して、問題がなければ25月使おうかなと。問題がなければ。彼ね、すごいです。本当に面白いんですよ、もう。ね、皆さん動画見させていただきました。すごかったでしょう。破壊力がすごいですね。ただこれがですね、バルトゥスの範囲に理解をしていただけるかどうかだけは、私は少しちょっと。皆さん心の準備を。表の CSR はね、こうやってバルトゥスの人たちばっかりなんですけど、そこが裏の CSR をたまに彼も、ちょこちょことね、Facebook でアップしないイベントをね、ちょっと彼は使ってるんですけども、はい、いよいよ表舞台にちょっと出させようかなと。ねえ、ぜひぜひ、バルテ特急で、はっちゃけてほしいと思います。で、ですかね、バルテさんと一緒に電車乗りながら、あとね、はい、大滝のね、はい、素敵な城下町を、はい、散策できるんですよ、ね。歴史をね、散歩するっていうこともありますけどね。はい、楽しみです、ね。はい。で、その散歩の場所も、セクシーダヴィンチがね、MC をすると。はい。彼はね、セク散歩って言って、東海道53次をね、いろんな区間で MC しながら歩くんですよ。で、これが、彼がイベントするとあっという間に満席になって、普通の家族が来るわけです。別に皆さん、その、はい、怪しい人たちが来るけど、普通の一般家庭があまり面白すぎて、その歩きながらの、
話が、はいはい、ですからぜひね、私もそれを知ってるんで、今回の大滝城の城下町を、ぜひですね、セクシーダヴィンチとバロテさんとね、はい、すごい試食のコラボですね。試食のコラボで、なんか大滝城の魅力をね、なんか知ってもらうといいなと思ってますんでね、はい、はい、僕も今回これずっといつかね、電車ファンとしては、この CSR で電車をしたいっていうね、僕やったのは2010年の、やっぱあの、三陸鉄道ですか、はい、はい、にどうしても鉄道ファンでやりたくて、はい、あの、さかなクン呼んでね、はい、あの、車両貸し切ってやったのがね、2010年ですね、の8月、で、来年もやりましょうねって言ったら震災来ちゃって、鉄道ね、そこから止まっちゃったんですから、企画としては5年、6年ぶりか。6年ぶり。はい。ちょっと、いつもとまた違う有吉社長の、楽しそうな姿、はい、いつも楽しそうですけど、さらに楽しそうな姿が見れるかもしれない。そうですよね。なんかちょっとあの参加したメンバーにはね、損させないような、はい、はい、満載で、ね、関わられてすごい。はい、まだチケットありますので、ぜひ、よろしくお願いします。ぜひ皆さんお願いします。後でまたお知らせします。はい。はい、ということで、じゃあ早速あれですか。はい、一曲、はい、いきたいと思います。私たちバロテの、クラシックをカバーした曲になります。エリーゼのために。
はい、ということでね、はい、エリーゼのためにという曲でした。ありがとうございます、はいはい、ということでまた恒例のですね前半はバーテさんのですね、はい、はい、あのガチクラということで、はい、今日はそうなんです、はい、今度こそ幸せな人が出てくるのが年番がすごい高いで選んで不幸な前回も幸せかなと思ったらまた最後不幸でしたよ ね、途中までは良かった、途中振るんじゃった大丈夫ですかって感じなんですけどね。そうなんですね。なんかその印象強すぎたでしょ。今日はですね、はい、あの私個人的にクラシックの作曲家だとドヴォルザークっていう人が一番好きなんですけど、はい、その次に好きかもしれないなっていう作曲家をちょっと紹介します、はい、名前が、セルゲイバシリエビッチ・ラフマニノフです。ラフマニノフってよく言われるんですけども、まずは最初一曲流しながらちょっと説明していこうと思います。お願いします。はい、こちらラフマニノフのチェロソナタという曲なんですけども、実は今日コントラバスバージョンで持ってきました。はい、このコントラバスを弾いてるのは私の大尊敬している師匠の演奏なんですけども、そちらを BGM に使わせていただきながら、はい、ちょっと紹介します。ラフマニノフは、1873年、割と新しい方なんですけども、はい、4月1日生まれのロシアの作曲家になります。で、まあ、4歳の時にお姉さんたちのために雇われた家庭教師の方が、彼の音楽の才能に気がついたことがきっかけでピアノのレッスンを受け始めます。でラフマニノフのお父さんお母さんはとても裕福な家の出身だったんですけども、家計が悪化し、でラフマニノフ9歳の時に一家が破産してしまい、お父さんお母さん離婚し、お父さんは家族の元を去っていったという不幸がありました。だけど音楽の才能があったために奨学金を得て、音楽の学校に入学することができました。で学生の頃はどんなだったかっていうと、まあ、音楽はとても真面目だったんですけど、勉強は教科書の間にスケート靴を隠して出かけるような不良学生で、スケート不良なんですか。そうなんですかね。この当時は12歳の時に全ての学科の試験で落第するというなんとも真面目ではない学生だったそうです。あ、うんうん、で、その後たくさんの曲を作曲していくんですけども、一番最初にもう全力で取り組んだ交響曲第1番というオーケストラのための曲を作って、初めて演奏したんですが大失敗に終わり、すごく酷評をいろいろな評論家から受けてしまいとても落ち込みました。でしばらくこれがきっかけで、まあ、精神病じゃないですけど出ましたね、音楽家特有なんですけど、私なんですか。精神不安定になってしまい、もうそれコピペした方がいいですよ、その論文で。ありがち、必ず出てくる感じね。病院にも通うんですけども、しばらくして意欲を回復してきた彼はですね、その後、まあ、いろいろとまた作曲をしていて、ピアノコンチェルト、ピアノの協奏曲だったりとか、組曲を作ることができます。で、このピアノ協奏曲第2番っていうのがあるんですけども、その初演はなんと大成功を収めまして、この作品によってラフマニノフは作曲家としての名声を確立したと言われています。で、ラフマニノフは29歳の時にいとこのナタリア・サーチナさんという方と結婚します。で、当時これ発音私間違ってますね、いかね、いとこですか、いとこですか、いとこ、どっち、いとこ、いとこ、あ、と思うんですよね。あ、ありがとうございます。いとこ、いとこの皆さんいとこでいいんですかね。うなずいてます。はい、あ、まるで出ました。いとこの結婚には皇帝の許可証が、そう、皇帝の許可証が必要だったらしいんですけども、そう、おばさんの、ラフマニノフのおばさんの奔走により無事許可を得ることができて結婚式ができました。で、結婚式の行われた、そう、4月にはこの妻に、奥さんに捧げたここは素晴らしいという曲が作られたそうです、ね、とても素晴らしいですね。ここは素晴らしいってね、褒め称える曲ですね。奥さんの素晴らしさを、書きました。で、最後の、人生最後の作品となる交響的舞曲というのを作曲したのはロングアイランドでのことでした、うん、ロシア出身なんですけど、ロシアを割とすぐに離れて、その後もロシアに戻ることはなかったと言われています。アメリカだったりとかに移住するんですけども、1942年、69歳の時に家族とともにカリフォルニアのビバリーヒルズに移り住みます、うん、で、まあ、この頃左手の関節痛とかにも悩まされながらも演奏活動はなくなる直前まで続けられ、70歳の誕生日を目前にしてがんのためビバリーヒルズで亡くなっています、うん、ということですね、はい。
まあ、そんなにこうおかしなことになっちゃった作曲家ではないとは思うんですけど、やっぱそれ時代のこともあるのかなと思って、はい、1873年、亡くなったのは1943年なので割と新しい方、今までの紹介した作曲家の中では新しいかなという感じはします。昭和18年ですよね、太平洋戦争中ですね、45年、そこの転換が早いですねさすがです。でこのラフマニノフもいろんな曲を作ってるんですけども、はい、有名なのがピアノのための曲で、うん、あの自身が、まあ、ピアニストだったこともあって、このピアノの曲にはとても高く評価がされてました。ピアノの音って一回こうポンって叩くと減衰していく一方ですね、こうあの弦楽器だったりはずっと弾いてるとその分音がこうキープされるんですけど、はい、ピアノはこのポンって弾いてからうわーんってこう音が大きくなることはないので、なかなかこう歌うようにピアノが演奏されるというのは難しい技術だったんですけども、それをまあたくさんの音符を使ったりとか、まあ、いろんな技術を使って歌う楽器としてのピアノの確立をさせました。でこれびっくりしたんですけど、はい、ラフマニノフ身長2メートルに達するという、2メートル、あ、でかいんですね本当かどうか分かんないんですけど、まあ、2メートルとっても大きかったらしいんですね、うん、でもちろん手も大きいので12度の音程といいまして、普通ドからドが8度、1オクターブというのがドからドなんですけど、さら、はい、にそこからドレミファソまで行ってドから次のソまで行くという尋常じゃない指を引きながらですね、尋常じゃないんですよね、弾くときにね、普通の人では無理なんですけど、そういうこともあって、まあ、難しいピアニストにとっては難しい曲が多いとも言われてます、うん、ただこれは本当に異常な柔軟さだったので、もしかしたらマルファン症候群というあの、まあ、病気というんですかね、特殊なものがあったんじゃないかという説もあります、うんうん、それでですね、まあ、性格は割と真面目で寡黙な性格だったと言われてます、まあ、それもやっぱ小さい子の両親の離婚だったりとか、はい、あとさっき言ってた第1番の初演が大失敗だったことでへこんでしまったっていうのもあったんで、そうやらかして、なんかこのとても才能にあふれてるんですけど、死ぬ直前まで本当に自信がなかったらしいですね、あの自分には本当に自信が持てないし、そんな天才ではないみたいな感じの人だったらしいですけども、ただ気前の良さでも知られてて、ピアニストとして成功するとまあ収入をたくさん得たので、革命後の混乱の中で困窮する芸術家や団体にこう支援をするっていうことをしていました。そういう良い一面もあるんですね、そういう後輩をね、そうなんですよ、うん、という感じでございます。はい、でもやっぱりなんか今までの、うん、出たメンバーがね、あまりにも不幸な人だし、うん、不幸自慢みたいな話なのかなと思いますけどね、まだあれですよね。そうですね、まだそこまでこう大きな、まあいろいろあったんでしょうけど、両親の離婚からね、破産まで、あれあれ、はい、だんだん怪しくなってきたと思ったんですけどね、あってもおかしくないような感じの、はい、はい、そんな感じでございます。今日はこのラフマニノフの曲を一曲、ご紹介して終わりにしたいと思います。はい、ですね、ピアノの曲になります。ピアノコンチェルト第2番、とても有名な曲で、実は今日紹介するにもあたって、私この曲をオーケストラで演奏したことがありまして、大学在学中にこうヨーロッパの演奏旅行に行った時に演奏した一曲で、ピアニストにとってはとても難しい曲なんですけども、はい、さっきのような歌うピアノと言われるように、旋律がとても迫力があって情熱的で、でも繊細な部分もあるという、うん、あのもしかしたら皆さん聞いたことあるかもしれないのが、のだめカンタービレだったりとか、うん、あとフィギュアスケートの浅田真央さんが、はい、試合で使ったりとかしている曲になりますので聞いていただきます。ピアノコンチェルト第2番です。
はい、これラフマニノフのピアノコンチェルト第2番をお届けしました。はい、ということで、はい、じゃああれですかね、いよいよ後半はですね、はい、上岡の達人の皆さんをご紹介していくコーナーということで、はい、よろしいでしょうか。始めていいですか。はい、はい、では江南区発信町のアドバイザー紹介コーナーでーす。私たちバロテが活動の拠点にしている上岡の江南区民活動支援センター、ここでは区民の方のさまざまな活動を支援しており、その中でいろんなジャンルのスペシャリストの方が、ボランティア人材として活動しております。その町のアドバイザーさんという仕組みがありまして、このコーナーでは日々活動しているその方たちを毎回一人ずつ紹介してさせていただいております。ということで、今回はですね、ポーセラーツとサンドブラストをやっていらっしゃる野口ひろ子さんという方にお話を伺いたいと思います。お電話つながっております。野口さん、こんにちは。こんにちは、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、まずポーセラーツというのはちょっと耳なじみない方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、はい、はい、どういったものでしょうか。そうですね、ポーセラーツとは真っ白な器にですね、はい、シール感覚で使える専用の転写紙とかですね、はい、あと絵の具、金などで、様々な技術を使い、うん、自由に上絵付けを楽しむホビーとなっております。あ、はい、なるほど。今日はですね、ちょっと写真を持ってきてですね、有吉さんとおじいちゃんに見ていただきたいんですけど、これ真っ白な時期だったんですけど、それに自分たちでこれ作れるんですよ。すごくないですか。すごい綺麗ですよね。なんかもう売ってるものみたいじゃないですか。いや、もうこれはもうきっとプロの方が。そうそう。しかもこれを、あれですよね、転写紙っていう、もう、絵になってるシールなんですよね。あ、そうですね。はい。はい、これは陶器専用の転写紙なんですけど、うんうん、はい、はい。それを貼りまして、ちょっと専用の電気炉っていうのがありまして、はい。そちらで、調整しますと、もう普段使いって言いますか、うん、はい。食器として使えるように、はい。出来上がります。なるほど。自分でも使えると。そうですね。はい。この、ちょっと写真も持ってきたんですけども、この絵の、ついた、シールを自分なりに組み合わせて貼ったりしてオリジナルが作れるんですよね。あ、そうですね。はい。はい。ということで、だんだん段階を踏んでいくと筆を使って自分でも絵を描けるんですよね。あ、そうですね。はい。金なども使ったりします。うん。確かに金。はい、それが、ポーセリングア、うん？ポーセリンアート。ポーセリンアート。はい。はい。はい。あと、チャイナペインティングっていうのがあるんですよね。はい。はい。そちらは完全なもう手書きで、はい。はい、昔からある技法なんですけども、はい、はい。そちらの方も私は、ポーセラーツの資格を取った後にも、はい。はい、ちょっと知識を高めたいと思って、そちらの資格も取っております。うんうん、ああ、そうなんですね。はい。はい、そして、ポーセラーツともう一つ、サンドブラストも教えてらっしゃるということなんですけど、はい、こちらはどういったものなんでしょうか。こちらはですね、専用の機械がありまして、はい、そちらでガラスにですね、砂を吹きつけて彫刻していくものなんですけれども、うんうん、はい、はい、クリスタルガラスとかと色のついたキセガラスっていうんですけれども、はい、そちらを、まあ、好きな模様に彫刻して、そちらも普段使いとして使える器が出来上がります。なるほど。はい、あれですよね、砂吹きつけて、そこのとこだけちょっとザラザラに。あ、そうですね、白く、はい。はい、意図して見える。見ますね、はい、はい。なるほど。全部、食器とか、綺麗なものがね、できるというか、うん。そうですね、はい。野口さんはどういった場所で活動されていますか？そうですね、今現在の自宅でサロンを、はい、開いておりますし、はいはい、あと、はい、あと、町のアドバイザーに、先ほど紹介していただいて、登録しておりまして、はい、その中でも、有志で、江南区町の先生の会っていうのを発足して、はい、地元企業とちょっと連携したり、一日体験講座とか、はい、そういう、障害学習を推進している活動も、はい、行っておりますので、はい。そちら、いろんなジャンルの先生がいらっしゃいますので、はい、もし、はい、ご興味ありましたら、また、はい、
ひまわりタネットっていうのを検索していただければ、はい、はい、お役に立てるかと思います。はい、なるほど。はい、この町野先生の会には、以前私がこのラジオでも紹介させていただいた、村上嘉英先生っていう習字の先生も、はい、はい、一緒にやられてるんですよね。そうですね、はい、長いお付き合いになります。はい、ね、皆さんなんか優しそうな方ばっかりだなと思います。で、野口さんがこのポセラとやられるきっかけっていうのをお聞きしてもいいですか？そうですね、きっかけはいとこがですね、はい、マグカップの、はい、体験をしてきまして、うん、その作品を見た時にすごいとても素敵で完成度が高かったんですね。そうですよね。それで、はい、それで魅了されて私もぜひ作ってみたいと思ったのがきっかけで、はい、日本防具社っていうところでインストラクターの資格を、はい、取りました。なるほど、はい、その初めでどのくらいでそのインストラクターの資格っていうのは取れるんですか？その方々なんですが、カリキュラムっていうのが決まっておりまして、はい、はい、それをこなしていけば、はい、はい、あと提出物ですね、それを、はい、提出すればインストラクターが取れますので、はい、どなたでも、どなたでも、はい、大丈夫です。すごいですね。このフォーセラーツ、どうですか、やってみたいですか？いや、すぐにでもやってみたいです。サンドブラストは一度私やったことがあるんですけど、うん、このポーゼラーツ色がまた綺麗ですね、シールだったりとか。そうですね、はい、ちょっと華やか、サンドブラストよりはちょっと華やかな感じで。そうですね、はい、いや、なんかオリジナルの作ってみたいなっても思います。ぜひぜひ、はい、体験してみてください、はい、ね、すごいちぎちゃんが持ってそうな感じです。本当、お花が有吉さんも持ってそうですよ ね、すごい上品な感じできるなと思います。野口さんが思うポーセラーツの魅力っていうのはどういう感じですかね？そうですね、やってみまして、年齢性別を問わず男性の方でも、うん、はい、体験とかいらしていただいたり、うん、本当に同じ白い器なんですけども、うん、もうそれぞれ個性が出るんですね、うん、で組み合わせによって本当にオリジナリティあふれる、本当に世界でたった一つの、うん、作品が出来上がるっていうところで、本当に日々の生活に彩りを、先ほども華やかっておっしゃっていただいたんですけど、うんうん、彩りを与えてくれるっていうところです、うん、はい、確かに華やかな食器ばっかりが写真でも出てきてですね、はい、本当にいいなって、なんかこうプレゼントとかにも良さそうですね。そうですね、売ってるものとまた違うというか、そうですね、赤ちゃんのお誕生日とか、はい、ご結婚の時のお祝いとかも、うんうんうん、はい、作られる方いらっしゃいますね。素敵ですね。はい。あれですよね、結構マグカップとか1個とかだったらそんなにお値段かからないでできるっていうことですね。そうですね、はい、すごく、はい、いろいろありますので、それぞれ予算に応じてっていうことで、うん、はい、出来上がりますので、はい、なるほど、はい、はい、うん、はい、ということで今日はポーセラーツのことを、紹介していただいたんですけれども、はい、最後に告知などあればぜひしてみてください。そうですね、私のサロンがですね、2月にホームページをちょっと作成したばかりなので、そうですね、はい、まだちょっと上がってはこないんですけど、ラックベールで検索していただければ、はい、はい、もう一度お願い、なんて検索？ラックベールです。ラツベール、クベールですね、はい、ラクベール、クベール、そうです、ラクベール、ラクベールで、はい、はい、ポーセラーツって入れれば大丈夫ですね。そうですね、ポーセラーツで、はい、うんうん、なるほど。あと、はい、はい、手書きの方なんですけれども、はいはい、原宿東画社っていう、はい、ところで、はい、作品展が、うん、4月30日から5月8日まで銀座でありますので、はい。はい、出展しておりますので、もしお近くにいらっしゃった時は、はい、お立ち寄っていただければ嬉しく思っております。はい、なるほど。こちらは東画社で検索、そうです、原宿東画社ですね、はい、はい、検索していただければ、はい、はい、陶器の陶に画、はい、は何でしたっけ？画伯の画、画で、はい、絵画の画、はい、そうですね、絵画の画、はい、社は田舎とか、そうですね、校舎の社ですね、はい、この辺に土に口の社ですね、あ、はい、そうですね、で、はい、検索すると出てくるということで、はい、ぜひぜひ皆さんね、ご覧になって
見てください。はい。はい。ということで、今日はありがとうございました。こちらこそ。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。失礼いたします。はい、ということでね。はい、はい、素敵ですよね。あの、先ほどちょっとね、番組の流れも言ってきました。その原宿東海社さんが、はい、あの、親会社が東京バナナの社長さん。僕、その社長と知り合いなんで、で、趣味で、俺、こんな会社作ったんだよっていうの僕知ってたんで、そこ行ったことあるんですよ、何度か。そうなんですか。作品も、ただ、そう、4月でまた来てって来たら、ちょっと、あれ、顔出せないんだけど、だけど、毎回、こう、あの、案内状が来て、あの、時間あればチラッと行って、で、そういうポート。で、被災地支援で僕、東北の時に、はい、アスト長町の方々と、これ、先生、まあ、東京マナの社長から手だれを連れてきてもらってやったんですよ。で、やっぱお母さん方集まってね、こう、だから熊本なんかでもできんじゃないか。結構皆さんすごい喜んでいただいて、で、完成すると嬉しいわけですよ。そうですよね。一番簡単なのが透明のコップだったんで、コップにして、お母さん方の思い思いの絵を描いて、で、自分のマイカップにするということにした企画を思い出しました、僕は。思い出しました。あ、そうだ、やっぱ間違いないと思って。繋がっている。すごいですね。顔が広いな、ね、有吉社長が。やっぱそうだなと思い、うん、聞いてて、でも東京バナナ意外ですよね。そうですよね。東京バナナ。ぜひね、皆さんね、お土産東京バナナ買えば、はい。原宿東海社寄っていただいて、原宿駅からすぐ近くなんで、はい。そうなんあの、原宿遊びたついでに、はい。ちらっとおしゃれなあれなんで。で、結構生徒さんもそこで来てますよ。そうなんですね。はい、ね。ぜひぜひ行ってみたいと思います。はい。ありがとうございました。ということであれですかね、約3万5通ぐらいまた、投与例が来てて、また、はい。ゆきおさんのだけだと2時間ぐらいかかるということだったんで、はい、それをうまく編集していきながら、はい、ご紹介をするということで、はい、よろしいですかね。お便り読んでいきたいと思います。はい、ますじゃあ、まず1通目からいきたいと思います。有吉社長、ちぎちゃん、マキロン、こんにちは、ロテ。こんにちは、ロテ。いつも楽しいラジオありがとうございます。はい、ちょうど1ヶ月後の5月22日はバロテ特急。いすみ鉄道で行くね。色は続くどこまでもですね。初夏の心地よさを感じる季節。いすみ鉄道の貸し切り列車に、ワロテさんの素敵な音楽、特典 T シャツと盛りだくさん。このような楽しいイベント企画していただきありがとうございます。今からとっても楽しみです。さてさて、年度も変わり、新規一点という時期ですね。私は二人の音楽に心動かされて、自分でも奏でてみたいなという衝動で、無謀にも思い出になる前にの楽譜を、ゲットしました。ありがとうございます。ありがとうございます。出している楽譜ですね。まずはメロディーだけでも弾けるといいなと思っています。ちぎちゃん、マキロンは心機一転。何か取り組もうと心に決めたものはありますか？よろしくお願いします。ラジオネームニノさんからいただきました。うん。心機一転。何か取り組もう。マキロンはありますか？なんでしょうね。心機一転。ごめんなさい。何も考えてなかった。この時期。新規って、ちぎちゃん先に。そうだな。私はね、ちょっとなんか、ばば臭いかもしれないんですけど、体の、あの、不調じゃないですけど、一個ずつ直したいなと思って、うん、今は、歯医者と、眼科と通ってるんですけど、もうちょっとして、私、歩くのは好きなんですけど、あの、ヒールを履いてることが多いからか、すごい、魚の目かたこかわかんないんですけど、うん、もう、すごい無数にできて、めちゃくちゃ痛くて、でも、すぐに直せるか分かんないんですけど、次は、皮膚科に行こうと思ってます。はい、病院が良いになりそうなの。バルテ特急で、城下町歩きますからね。そうですよね。セクシーダヴィンチと。はい、直さないと。そうなんですよね。いろいろその、体の万全というか、はい、はい、整えたいなって思ってます。皆さん、いい病院あったら教えてください。でも、ヒールに慣れてると、ぺっちゃんこのスニーカーとか履いた時に、そうなの痛くなるよね。私も、そう、ぺちゃんこの久しぶりに履いた時に、足の甲のところが、すごい筋肉痛みたいになっちゃって、はい、すごい変なところにね、筋肉使う感じになるよ。はい、注意して。はい。私、スニーカーもやっぱりヒールが入ってるやつ履いてるんです。すぐぺったんこだとあれだから3センチぐらい。そう、ヒールが、インソールのスニーカーを持ってるから。バルデブロッキュの時はそれ履いていこうかな。なるほど。うん、なるほど。はい。マキロン大丈夫ですか？あ、大丈夫。私も、体の不調っていうことで、私も最近ちょっと外食が多いので、今日、久しぶりにお弁当を持参して出かけてきました。うん、毎回超豪華な、ね、食べ物ね、Facebook でうましって書いてますからね。どこの誰だろうな。あ、そうしよう。美味しそうだなと思いながら。本当ですよね。ありがとうございます。ラーメン率高いですか？そんなことないですか？ないです。ラーメン率じゃない。お肉とかも美味しそうな時々乗ってますもんね。はい。ということで、有吉さんはなんか新規ってありますか？あ、まだ新規って引っ張りますよ、皆さんね。
4月と聞いてみたくなってしまう、はい、あそうですね、僕はちょっと今ね格闘家の大山さんとね週1回その体のメンテナンスみたいな方で体幹、体幹するだけで、はい、あんなに結構四つ星だったのが本当に綺麗に、でこう見えても朝起きるのに結構痛くて3分かかったのが今スッと起きれるようになったから、やっぱ体幹ってすごいんだなと思って、姿勢とかもね、うん、変わってきますね、きっとね。そうですね。だから、はい、そういう面では、なんか、大山さん、選手ありがとうって感じで。すごい。ボクシングだけじゃなくて体幹も体幹って言ったら、まあ、写真では、それはわかりやすいんで、実は体幹の方やってるのが多いんですよね。そうなんですね。でも、リュウ社長、ちょっと休みらせました。いや、結構、それすごくありますよね。でも、ちなみに、すいません、まだ時間あるんですけどね。心理学で、それ僕勉強したんですけど、痩せましたって聞く人は、実は痩せたんだ。から痩せた、聞いた人が、痩せたっていうのが心理学なんですよ。どういうこと？そんなこと。痩せましたっていうのは自分が痩せたんで、痩せましたって聞くんですって。全部心理学の勉強会で。あ、覚えてます？藤田先生。あ、藤田先生。が言ってたんですよ。そうなんですか。ちょっとマキロも痩せたんじゃないか。自分が気づいてほしいみたいなことってことですか？そう、心理の中に、心理として。意識はないんだけど、で、よってことで、なるほど藤田先生、へーって思って聞いたんですよね。全然むしろ今、ちょっとブクブク中なんだけど。気にしてるってことはもしかして痩せてるかもしれないよ。それだけでも。でも、有吉さん、本当に見た目で今日変わったなってちょっと思いましたよ。あ、そうなんですか。今日なんか褒める回ですかね、なんかね。有吉さん、さっきほら、今ね、僕もちょっと今日のメッセージの中でね、いや、マキロがいきなり MC 力めっちゃ上がったよねって上がったじゃないですか。朝からびっくりしました。すごいプレッシャーが。3月11日の MC の言葉にちょっとやや感動して、で、横野加穂さんが一緒に聞いてたから、めちゃめちゃなんかレベル上がりましたよねって話して、上から目線でほんとすいませんけど。いや、今日もでもノリいいですもんね。どうしたんですか、マキロ。大丈夫ね。いいことあったノリいいですか。春だからハッピーなのかな。そうだといいですね。はい。頑張りますよ。はい。はい、ということで。はい、じゃあ次の。3万4通ぐらいまた行かないですよね。はい。ゆきおさんまで行かない可能性ありますね。確かに。あ、来ました。そのゆきおさん次。あ、来ました。はい。有吉さん、ちぎちゃん、マキロン、こんにちはロテ。こんにちはロテ。頑張ろて応援団、戸塚支部のゆきおです。はい。ついに5月22日のバロテ特急の詳細発表と申し込みはスタートしましたね。すぐに一番で申し込みましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ムーミン列車でコトコトと僧帽のお花畑を暴走のお花畑を横切りバロテの演奏を聴きながらお弁当をつっついて優雅な時を過ごせるのを楽しみにしています。もれなくプレゼントのオリジナル T シャツも素敵なデザインとのこと。さてどんなデザインなのでしょうか。まだ告知ないんですね。あのデザインこれにありますけど。そうなんですよ。あ、なるほど。そう、これをね、そう、有吉社長に書いていただいたということで。あれ後ろめっちゃいいですよね。そうなんです。簡単に言うとね、ちょっとね、前も素敵ですけど、後ろが可愛い。あれ本当両方前だったんだけど、でも良すぎるから、選ぶのもったい、どっちかって落とすのもったいないからってしたんですよね。あ、そうなんですね。確かあの裏、あれ。両方使っちゃったみたいな。両方使っちゃったと。後ろの私も。前から見ても後ろから見ても可愛いです。ですよね。それを着て大滝町歩くって感じなんですか。そう、みんなで歩く。電車で着替えるってことですね。みんなで着替えますね。どうなるんだろう。はい。続きです。ここで有吉さん、ちぎちゃん、マキロンに質問です。鉄道にまつわる曲で思い出がある曲とか、思いつく曲は何ですか？最低でも5つあげてくださいね。私の答え、銀河鉄道39、名残雪、地下鉄に乗って、赤い電車、ロングトレインランニング。はい、ということで。僕はもう一番でもね、おすすめなのがですね、某ですね、戸塚で歌ってる方のね、君色特急だと思います。これ完璧でしょ、今言えたの。完璧です。真夜中の影とかね、真夜中の夜とかね、わけわかんないこと言ったことあるからね、ちょっと今一生懸命大丈夫だなって。そうですね。君色特急ですか？出ましたね。君色特急で。ゆきおさんもね、書いてくださってるんですけど、有吉さんのかほちゃん愛がね、先に来ましたね。今言いそうだったら先にね、かぶせましたね。先に、みたいな感じで。はい、この曲が一番ですね、ということで。はい。リクエスト来てます。はい。君色特急も来てます。あ、そうです。私たちも君色特急をカバーさせていただいて、はい、CD に移行してるんですけども、私たちの曲もあれですね、ドヴォルザークの、新世界よりという曲が、ちょっと電車をイメージしていて、もともとドヴォルザークは鉄道オタクなんですよね。そうなんですか？そうなんですよ。もう大好きで、もう曲より、音楽よりももう鉄道の方にこうね、
最後の方走って行って、自転車まで見に行くお散歩とか。そうですね。そうそう。で、ドボルザーク鉄道かなんか、なんか自分の名前がついた鉄道もあるぐらいですね。そう。で、その、新世界よりっていう曲は、本当に、あの、汽車のシュッシュって、あの、動き出すところをイメージして、曲の始めのところがそういうメロディーになってるんですよね。なるほどね。っていう、はい、曲があります。はい。おすすめです。はい。せいちゃんなんかありますかね。ね、ちょっとね、質問からそれるんだけど、私これがすごい今、うん、あの今飛ばしてもらったとこなんですけど、あの、千葉の房総走るから、お酒も飲めるといいな、房総だけに飲みすぎて房総しないように気をつけますってとこが面白かったから、ちょっとそこだけ突っ込んどきます。今読まれなかったんですよね。はい。うん、さすがですね。すいません。飛ばしちゃいます。すいません。電車がつかるの、そうだね。これわかんない。でも私地下鉄に乗って、かっこ猫っていうか、猫さんっていう人が、の曲なんですか？あの、電車でメトロに乗ってってあったと思うんですよ、ね。あ、それの、日本語だよそれっぽいですね。外国の曲、地下鉄って書いてメトロ、あ。そうそう、メトロに乗ってっていうので映画にもなりましたけどね。それかもしれない。名残雪。いいですね。あとね、あずさ2号とかじゃないですか、やっぱりね。メインところはね、王道は。確かに。はい、狩人。狩人。ね、あずさ2号ですね。そうですね。お父さん世代、はい。そんなことない。はい。ありがとうございます。はい。はい。はい。じゃあ、すいません。次に行きますね。はい。ラジオネーム、夜に浮かぶワタールさん。ちぎちゃん、マキュン、有吉さん。こんにちは、ロテ。こんにちは、ロテ。バロテ。ここ3ヶ月、ラジオ。もうバロテで今、略称じゃない。ちょっと乗り遅れて、すいません。ここ3ヶ月、ラジオネームをディストルカバーズに絡めていたのですが、そろそろネタがつきそうです。マリンタワー、あ、はい。ありがとうございます。これ横横さんのネタですね。マリンタは、有吉さん、今度バロテのイベントでいすみ鉄道がありますよね。大滝駅は徳川家康の四天王の一人、本田忠勝のお城があったところなんで、歴史好きとしては妙なところでテンションが上がってます。お、さてさて、新規一点やってみたいことですが、もしやれるならと密かに思っているのは、バイオリンで森山直太さん、直太郎さんの桜を演奏することです。すごい。3月、別れの時期に何か思い出になるものをと思っても、なかなかいいアイディアが浮かばなかったのですが、バロテが桜をカバーしているのを弾いて、これだって心の中で叫んでました。マキロの主旋律の部分を弾いてみたいな、なんてしみじみ思っています。これからも頑張ってね。ありがとうございます。いいですね。バイオリン始めてみたらいいですよ。意外に気軽にできるからバイオリン。すごいなんか、無責任な感じですけど、ね、いいですよ。だってバイオリン多分、ね、すぐ最近いるもんね、バイオリン習ってるんですよって方とかね、習い始めましたあ、うちの新卒の家具職人目指す子も、はい、あのバイオリン引き式で、うちで初めての音楽家ですけどね、私 N 教目指してたんだけど、途中でなんかもう公職に変わったとよくわからない。じゃあ、じゃあ5月本人楽しみしてましたよ、なんか、ちょっと来られるんですか、ぜひ貸してくださいって言ってましたから、企画をしたら。今度の24日のお手伝いもすると言ってましたんでね。あの、あやざみしゃんしょうさんの手下となって、北が来るという、ね、役をということで。でもね、そんな目指してるぐらいだから、はい、相当、ね、お上手な方なんじゃないですか。ね、あ、聞いたことまだないですか。まだないですね。あ、そうなんですね。はい、ね、緊張しちゃいますね、そんな方。ねえ。はい、ですね、新しいこと。はい、ぜひぜひ、頑張ってみてください。バイオリンぜひね、はい、弾いてみてください。おすすめです。はい。はい、じゃあ次で、ラジオネーム、パンさんです。有吉さん、ちぎちゃん、マキロン、こんにちばろてー。こんにちばろてー。連休の熊本への支援金と、心配り、ありがとうございます。信頼してお任せできる場があることを幸せに思います。マキロン、おでこは治ってきたかな？女子あるあるだよね。その瞬間のマキロンはめちゃくちゃ可愛い反応をしたろうなぁと一人で妄想していました。かっこ笑い。ちぎちゃんも似たようなことをやらかしたことありますか？私はあります、うん。お互い気をつけましょうね。ということで。マキロンおでこどうしたんですか？おでこはですね、私あの、コテ、あれ、かります、あの、ヘアアイロンのヘアコテを、ちょっとおでこに、はい、つい当ててしまって、ここ今ね、すごい目立ってるんですね。おでこやけど。やけどしました。女子は必ずやります。女子あるですね。私はあの、コテを、
がっしり掴んだ時があって、ぐわーって掴んでしまって、その後氷で冷やすんですけど、結構熱いよね、180度ぐらいまで上がってるので、結構じゃあ危ないですね。おでこも相当なやけどになるよね。そう、もう髪の毛やると、髪の毛の水分が蒸発、シューって蒸発していくんですよ。はい、もう煙が出る感じのぐらい、結構熱い。上分注射器やりたいことですね、とりあえず。そうなんですよ。めちゃくちゃ熱いです。気をつけないとですね、これ、皆さん気をつけてください。はい。はい。はい。では、最後のお便りになるのかな。あ、もう最後にしますね。3番目の最後、はい。はい。はい。有吉さん、バロテのちぎちゃん、牧野、こんにちは、バロテ。こんにちは、バロテ。今日は暑いですね。いきなり暑くなると気温の変化についていけないお年頃。皆さんは大丈夫ですか？最近ちぎちゃんのメガネ姿、とっても似合ってますね。ファンの間でも可愛いって評判ですよ。今度は牧野のメガネも見てみたいな。うん、お、これはあっちゃんさんかな。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。今日来てくれてる。はい。そう。今日もメガネかけて、私ね、うん、違う、メガネあんまり好きじゃないんだけど、結膜炎っていうのになってしまって、あ1ヶ月、コンタクト禁止って言われ、ね、まあ、ちょこちょこつけてはいるんですけど、ね、ダメって言われてて、そうなんです。けど、そう言っていただけると、頑張ってかけようかなと思います。ああ、メガネ女子ね。似合ってますよね。はい。僕もコンタクトだったけど、結膜炎からでメガネ、ずっともずっとメガネしてました。そこから。癖になるって言われちゃったんで。そうなんですよね。そうなんだ。怖いですね。あ、知らなかった。だからメガネ男子で、だからメガネ12個ぐらいあって、ローテーションですよ。今日はこれ、あ、こういうのにしようとか。だから金融機関はもう三谷さんに見せらないと、真面目な経営者プリンをして、どうぞ融資してくださいっていう。全然変えてますよ。でもね、おしゃれできるし、その場でね、結構。そうですね。息も変わるから最初は面倒くさいなと思いましたけどね、今はもう慣れちゃいましたね。そうだったんですね。結膜炎仲間ですね。厄介ですよね、なるとね。あ、そうみたいです。なんか振り返すって言われたので、で光見るたび涙が止まらなくなるんで、ひどくなるとちょっと僕そこまで行っちゃったから、もうダメだなって諦めちゃったんですよね。そうなんですよね。気をつけないと。マキロンは裸眼っていうかコンタクトもしてないもんね。裸眼裸族です。じゃ今度は伊達メガネでね、いつかね。絶対似合うからね。いやいやいや。うん。はい。はい。ね、まだまだ3万通ぐらい残ってますけどね。5通ぐらいでっていうことで。そうなんです。また来月ぜひ送ってください。またぜひよろしくお願いします。あともう一曲歌の紹介をするですね。はい。はい。ですよね。じゃあちょっと流しながら。はい。はい。じゃあ最後、真夜中の影を聞いてください。5月22日のずっともう一回詳細のところをですね、はいはい、紹介していきたいんですけども、あの5月22日曜日11時に、ね、集合ということ で、はい、ね、11時半になります。大崎駅に11時半集合していただいて、はい、電車に乗って、はい、で解散が4時、夕方の4時をぐらいかなという形でね、はい、あのセクシーダビンチが暴走しなければちゃんと4時に皆さん帰れるということでね、はい、布団もついて T シャツもついて、はい、ライブのついています。はい、で30席限定で今、3分の1ぐらい回っているので、はいはい、まだチケットあのご都合を継ぐ方は予約もできますし、あとバロテのライブだったりイベントだったり来ていただければ申し込みできますので、はい、詳しくはバロテブログで検索してもらえれば大丈夫だと思います。はい、よろしくお願いします。結構なんか今回ね
はい、あの鉄道企画で皆さんいろいろ楽しめるんじゃないかなと思うんですけどね、はい、親子でいらっしゃる方もいらっしゃるので、あ、そうなんですか、うん、もちろんお一人でも大丈夫です、はい、うん、ね、ムーミン列車に乗ってね、はいはい、その特別ゲストは誰なんだということも含めてね期待しててください、ね、はい、散策もね楽しみですね、うん、あ、そうですね、で先ほどね、あの本田高景のね、そういう徳川四天王のね、うん、あれさ、そこ今回皆さん行くと分かりますけど、うん、あの NHK の大河ドラマを、うん、なろうということで、なんか街全体で盛り上げてる、盛り上げてますよ、なるほど、はい、ということでね、はい、石好きもたまらないというところをですね、はい、いいですね、はい、あの素敵ダメージを説明するということですから、皆さん楽しみにしていただければなと思いますので、素敵な休日にしたいなと思います、ね、はい、いいお天気だといいですね、ということで、じゃあまた、来月はちょうどあれですね、5月ですね、あの27ですから、はい、終わった後ということで、はい、うん、そうか、はい、うんね、思い出話もしながら、はい、はい、ということで、じゃあ皆さんまた来月ですね、はい、じゃあバイバロテー。